こんにちは、るいです。今日から始まった、えー、阪神対中日の3連戦、甲子園3連戦、まず初戦の結果は3対1で負けました。いい試合はしたんですけど、えー、投手戦もね、えー、投手戦だったんですけどね、えー、なかなか一本が出なかったという試合になりましたが、まずは、 え青柳先発、青柳の投球ですが6回を投げて103球、被安打6、三振4つ、四死球3つ3失点ということでまあまあ正直良くはなかったですけどまあ調子自体もねそこまで多分好調ではなかったと思うんですけどまあ唯一、ちょっとこうまあ初回につ捕まってしまったという形でまあまあもちろん立ち上がりの難しさっていうのはねあのピッチャーでもあるんですけどまあただ 今日ちょシンカーかな、まあ、変化球、シンカーのコントロールというところがちょっと悪かったので、まあ、その分、ちょっとこう一球種ね、あのー、消されている形にっていうふうにもねちょっと感じたんですけども、まあ、ただ、まあ、初回に5アンダー3失点ということでね、まあ、ちょっと立ち上がり先頭バッタ岡林から3連打浴びて、まあ、細川2点タイムリー打たれてあと月崩れの間に1点というね3失点の打たれ方だったんですけど。 もちろんね、うまく打たれたのもありますけど、まあやっぱりね、コントロールという部分はずっとやっぱり最近苦しんでいるかなと思うんですけど、まあ、もちろんめちゃめちゃ悪くっていう感じではないんですけど、どうしてもこう慎重に行く、慎重に行くでボールになってしまうとか、まあ打たれた球もね、少しちょっとこう、コースはいいんだけど高いとか、そういうのがちょっとあったので、まあもちろん、 難しいんですけどね、コントロールするのもね。まあ、ただ、2回以降はですね、ヒットすらほぼ打たれずに、ヒットも結局、その2回以降1本しか打たれなかったし、で2回以降は6回まで、その後の5イニングはなんとか無失点でね、えー、投げたんで、まあ、それのね、こういうピッチを見せられるんであれば、やっぱ初回のね、立ち上がりの3失点っていうのは、まあ、本人が一番ね、悔しい思いはしてると思うんですけど、まあ、ちょっともったいないかなと思いますね。まあ、総合的に見ればね、6回3失点でクオリティスタートもできているし、 いいかなと思うんですけどまあでもトータルで3失点取られるのと、まあ、また初回で一気に3失点失うっていうのは、まあ、ちょっと展開も多分変わるんで、まあ、結果論なんでねもちろんこれはしょうがないんですけどもまあ初回の3失点はねちょっと重かったかなとね思うんですけどまあでも結果的に見たらはまあまあ、えー、中盤からはまあ自分の調子を徐々に取り戻したりはしてたと思うんでまた、まあ、次に期待はかかるかなと思います。 で打線の方ですが、まず4回に反撃はします。大山がヒットで出て、テルがタイムリーツーベースを打ってくれました。あそこもの、ねまあ、左中間、を2つに割ってね、大山も1塁からよく走ってタイムリーとなりましたけども、やっぱテルもねやっぱり徐々にやっぱり調子は上がってるっぽいので、まあ、このままいいバッティングをね、まあ、してくれたらいいかなと。 思いますけど、まあ、テルも最終回ね、えー、守護士、あのー、中日ね、守護士マルティネスから、もう一本ね、最後、ツーベース出たんですけど、あのマルティネスのツーベースが一番良かったかなと、このタイムリーも良かったんですけど、ツ、ま、ー、あ、ボールからインコースのストレートしっかり引っ張れていたので、やっぱりそういうバッティングができるようになってるんで、まあ、テルにも今後はね、もちろん期待して、テルなしではね、もちろん上に行けないんで、なんとか頑張ってね、期待しています。 で、まあ、リリーフもね、まあ、親父は6回で降板ということで、7回からリリーフをね、えー、使っていくわけですけども、7回岩貞八8回舘谷、9回及川とね、こう3人が投げて、全員1イニングを三者凡退のピッチングをしてくれて、まあ、これは非常にリズムのいいね、こう三者凡退だったと思うんですけど、まあ、この3人も本当にずっと、 まあ最近はね特にこういいピッチングしてくれてますし、まあ、みんないいボール投げてます特に及川のやっぱりピッチングですねストレートのやっぱり威力はやっぱり強いなと改めて思いますしまあこの3人のリリーフ陣もね今日もナイスピッチングをしてくれたと思いますがまあもちろん投手戦なんでなかなかまあ1点しか取れてないですけどまあそこまでチャンスというチャンスもね目立たなかったなと正直思うし、まあ、中日も ほとんどもう初回だけだったので、まあその分やっぱり本当に投手戦だったなというところではやっぱり初回の3失点っていうのが結果的にやっぱり最後まで響いてしまったという試合になりましたし、まあ特にバッターの方ではね、球審のストライクゾーンがね、いつもの審判よりちょっと広めだったかなと思ったんですねやっぱり外のね、ストライクゾーンがやっぱり広かったなというのがあって、まあ両チームのね、バッターもかなりまあきつかったと思いますね。その分ピッチャーがちょっと有利にね、 投げられたかなと思うし、まあ、今日もちょっと中日の先発、福谷からは、えー、また1点しかね、まあ、前回も番手で戦ってるんですけど、まあ、攻略できなかったということで、なんとか次ね、まあ、絶対次も対戦あると思うので、まあ、3度目になるんでね、次は、なんとかまあやり返してほしいなと思いますし、まあ、福谷も実際ね、調子がまあ絶好調ではなかったと思うんですけど、まあ、それなりに良かったと思うんですけど、まあ、やっぱ初回の3点で、 やっぱ初回の3点リードし,、ね、したことによって、福谷もやっぱりゾーンで勝負できるように、ストライクゾーンの中でどの球しても勝負できるような点差になっちゃったのでね、初回から。まあその分ちょっとリズムに乗られたかなというのがあったので、まあやっぱりどのピッチャーも立ち上がり、ね、の1回から3回とか特にね、難しいし、まあどれだけ、えー、少ない失点でね、えーえー、少ない失点でいけるかっていうのが、まあ、大事になってくるんで、まあそこは一つやっぱ先発ピッチャーの まあ難しさでもあるんですけどね、まあ、そこはまあまあ、その3点っていうのが重くのしかかって乗られてしまったという形になりましたし、まあ、次はね絶対やり,やり返してほしいなと思いますし、まあ、あとは守備面がね、今日はよくて、まあ、特にこう中野のところに今日はかなり打球が飛んで、まあ、かなり、えー、ファインプレーがね、中野にも出て、まあ、すごいなと単純に思いましたし、まあ、ずっと今年も、こ、えと、ー、は安定したピッチングをね、まあ、セカンドにコンバートして、 安定したピ、えー、安定したね、守備を見せてくれてるんですけど、まあ今後もね、バッティングでもそうですし、まあ守備でもね、まあいい貢献をしてほしいし、頑張ってもらいたいなと思いますが、まあ明日はね、まあちょっと今日1、2番、えー、近本中野が4打席でね、えー、ヒット出なかったので、明日は、まあ近本中野にね、この1、2番コンビに期待したいなと思いますし、まああと、今日ちょっと珍しくね、リプレイ検証を両チーム合わせて3回したんですけども、全部の えー、リクエスト3回とも覆るっていうね、まあ、ちょっと珍事というかなかなか珍しいなというのもありましたしね、しかも全部一塁のアウトセーフに対してのジャッジだったんで、まあ、それもなかなか珍しいし、こんなにリクエストして成功するっていう感じだったんですけどね、まあ、そういう珍事もあるっていう試合だったんですけど、まあ、結果的に3対1で、えー、投手戦に、ね、敗れてしまったという結果になりました。 で明日の先発は阪神、西勇輝、中日が枠井ということで、まあ、西勇輝は前回、えー、よくなかったので、まあ、なんとかその分、えー、どれだけ調整して、明日、どういうピッチングをしてくれるのかなというふうに思うんですけど、まあ、いつも通おり、まあ、もちろん手に投げてくれるっていう意識は、えー、してくれて投げる、投げてくれると思うんで、まあ、なんとかこう最初失点で、えー、しのいでくれるようなピッチングをね。 期待したいいなと思いますで、涌井に関しては、涌井も今年は、まあ、中日にね、移籍してきて、ずっといいピッチングはしているんで、まあ、やっぱりね、イメージとしてはやっぱコントロールがいいので、まあ、特にアウトローのストレートというイメージも結構あるし、まあ、球種も多いんでね、まあ、そこのこう、絞るという意味では、山を張る、まあ、球種で張るのか、コースで絞るのかっていうのはちょっと難しいんですけどね、まあ、何かやっぱり、まあ、頭の中整理して対策をして、 まあ攻略していく必要があるんですけど、まあ今日みたいに、まあ、やっぱり中日もね、ピッチャーがいいので、まあ、やっぱりなかなか簡単に打てないということで、もちろん中日もね、今、打線の状態がまだそこまでね、上がってきてはないので、まあ、なんとか打線が取れればね、もちろん勝てるチャンスがかなり上がるとは思うので、まあ、なんとかその打線にね、まあ明日は期待して、なんとか勝てるようにね、連敗ストップ、えー、してね、えー、できるように頑張ってもらいたいなと思うし、また明日も応援したいなと。 思います。ということで本日は以上になります。できればチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。